あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回はね、戦いのマークが早速ちょ待ってって。うおうおー、あゆな、大変だぜ。しっぽり温泉に浸かってる場合じゃねえ。温泉に来ときながら何を言ってるんだ。温泉の湯気を見て魔物たちが攻めてきやがった。温泉の湯気そんなに目立つのか。ん？魔物たちが来るのが早すぎる。今まではもっと時間が経ってからだと？だあ、今まではってなんだよ。んなこと俺は知らねえよ。まあね、こいつはこの世界にしかおらんし。ここは魔物との戦いが激しい場所だ。気を抜いたら敵がバンバン攻めてくるぜ。ん？ここは自分に任すとけだと？お前ってやつは、そんな筋肉で魔物たちでやり合おうってのか。え、あたし一人なの？まあでもこいついかんよね。逃げるし。わかった。ここはお前に任せた。魔物たちをぶっ倒す準備はいいか？ほい。ありがとな、あゆな。短い付き合いだったが、お前のこと忘れないぜ。なんで死ぬ前提なんだよ、やめてよ。ほい、竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。どこ、どの辺、こっち、あ、いた。ブラウニー軍団を倒せ。さあ、おお、待って。でもね、今の私にはね、武器があんまりないんだ。なんかね、強い武器もないしさ、傷薬もそうそうないし、焚き火の台所が壊れたよ。あー、もうほら、拠点を壊しに。まだね、拠点だってさ、全然、整えれてないしさ、はあ。うわ、びっくりした。何事かと思った。だってまだね、すごいボロいんだよ。ほら、もう傷薬。体力もないしさ、いやー。おー、怖い。体調怖いわ。今のこの時点での戦闘はちょっと怖いよ。そうじゃなくても怖いのにさ、よいしょ。あと体調だけ？うわ、やめてよ。ちょっと今回復してるの。あー、ほら。ちょっと拠点にぶつかっていかないでね。こう、あ、これは。お、大丈夫。なんか知らんが、そんなちっこい岩にぶつかって気絶するのですか。へい。このまんま避けながらやってったら多分いける。あ、あとちょっとじゃん。うわ、どこまで走っていくの。待って、あ、作業台を壊した。あ、お、あとちょっとだね。あとはもう普通に叩けば。おっしゃ、いった。初めて切り株作業台を手に入れた。あれ？木の作業台じゃないんや。切り株作業台？なんか違うんかな。バトルコンプリート。命の木の実を手に入れた。イエーイ。よっしゃーじゃねえわ。あ、でも一応解決とかなってないんや。もう普通に次のやつ。うおー、すげえじゃねえか、あゆな。たった一人で魔物を倒しちまうなんて、すごすぎるぜ。見直したか。お前、まさか本当に伝説のボディービルダーってやつなのか？ボディ邪魔だ。けど、そんな緩み切った体で。いや、あんたみたいにね、そんな筋肉だけついててビビリなやつじゃないから。ん？ボディービルダーじゃない？ただのビルダーだって？そんな細けえことはどうでもいい。細かくないわ。全然違うわ。なあ、アイナ、お前本当にここに街を作ってくれるんだな。一緒に竜王軍戦ってくれるんだな。まあね。ありがてえ。実は俺、一人きりでどうしようかと。それじゃあ早速だがな、あゆな。お前に一つ頼みてえことがある。そういえば温泉に入ってこいつ着替えたな。ここから南に少し行くと、竜王軍が作ったこのアジトを封鎖するためのバリケードがあるんだ。あれがあると、ここから出られねえし、姉子や仲間を助けに行くこともできねえ。南に抜けるルートを確保するためにも、そのバリケードを何とかしてえんだ。あゆな、監視役の魔物をぶっ飛ばす、
ぶっ倒し、そこにあるバルケードもぶっ壊してきてくれ。コンパスに目的地が表示された。また何かしらの依頼を受けさせるらしい、私に。とりあえず寝とこう。よし。寝て、体力回復しといて、からの、南？あっちね。ああ、もうここ。出入り口が別にできてしまった。あれか。あれだな。で、何？守ってるモンスターがいる。うおぉ。ほんとや、なんか現れた。は、は。え、外まで出てくる？もしかして。あ、出てきそう。出てくるんならちょっと広いところで戦った方が私的に良い。あー、来た。いやー、これさっきの隊長と同じぐらいかな、強さは。さっきからダメージ受けまくりなんですけど。よいしょ。あ、大丈夫大丈夫、いける、きっといけるさ。いい。あー、全然違う。全然、地面を破壊しただけだった。強い武器が欲しいよー。強い武器が。そんなね、防御したってね、後ろがガラ空きなんだよ。へいへい。あー、全然。は、おっしゃ、バリケードを制圧した。バリケードを制圧やってかっこいい。お、これでもういい。依頼完了。イエーイ。成功したよ。ガローン。あ、そこにおる。めっちゃギリギリんとこにおる。うおー、うおー。バリケードをぶっ壊してきてくれたんだな。さすがだぜ、さすがだぜ。筋肉はねえけど、さすが俺たちだ。筋肉にこだわるなぁ。さあ、いいな。こっからが本格的なマイラ復活計画のスタートだぜ。魔物にやられて、どっかで生き倒れてる仲間たちを探し出し、アジトに連れてくること。そして、魔物に捕まっちまってる愛しの姉子を助け出すこと。この二つが差し当たっての俺たちの目標だぜ。でもあなたは何もしないのでしょう？でもって、すべての準備が終わったら、このマイラ地方を支配する魔物の親玉、溶岩魔人をぶっ倒す。これが最終目標だ。この地方は溶岩魔人なんや。へぇ。このマイラの魔物はめちゃめちゃ強力だが、お前がいりゃなんとかなりそうだな。改めてよろしくな、アイナ。筋肉はまるでねえけど、頼りにしてるぜ。無駄な筋肉がついてるお前よりマシだ。キメラの翼ゲット。キメラの翼は助かるね。おし、ということで。今全然扉じゃない場所から入ってきたけど、まあいいや。今回はこの辺で終わっておきたいと思います。遠い。はい、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ほんとあいつは見た目だけ、見た目がいいだけで、全然戦闘の役には立たないんだな。